時悩み事があるみたいなんだよね。そうなんですか？ああ、俺もそんな気がしてた。ねえ宮村、ちょっと聞いてみて。俺が？それいい考えですね。いや、堀さんが聞いてよ。ほら、異性の方が話しやすい場合もあるじゃない。ですよね。ほら早く行って宮村。お前こそどっか行け沢田。ページ8、偽ることで見えるもの。